弓美は、日本のお笑い芸人であり、お笑いコンビマリアのメンバーである。本名、片山由美、埼玉県朝霞市出身。サンミュージックプロダクション所属。身長165センチメートル。埼玉県立福岡高等学校卒業。当初は、渡辺エンターテインメントに所属。弓美としてデビュー。後にフリーとなり、その後ニュースタッフエージェンシーに移籍。 渡辺所属当時には、メロンソーダ、ピカソとシミツとの3組でのお笑いユニット、猿学長スポーツ専門店でも活動していたことがあった。2009年途中からフリー。2004年の R-1 グランプリでは、準決勝まで進出。2008年9月20日に、初の単独ライブ、女女を東京都渋谷区のシアター D で行った。また、 同年11月から数回、田村ゆき子、橋爪洋子と3人での自主トークライブ、めんどくさい女たちを隔月で行っていた。一方で、芝居の舞台にも出演することがあった。2009年4月からは、いいちゃんとコンビを組んでの出演も開始。コンビ名は、当初、ゆみみが、中谷美希、いいちゃんが、小雪のそれぞれのモノマネでネタを披露するということで、 つけられた、中谷小雪、同年6月からは、コンビ名を、マリアと改めた。2009年7月11日には、マリアと、ン母町長、ミスアルプスの3組出演のプチ単独ライブ、エチュードを行った。このほか宇都宮八郎が名付けた、ビジンズというコンビ名でも活動。この時は、宇都宮八郎一番弟子も名乗っていた。2009年10月から、 サンミュージック企画所属となる。2017年9月13日に、落語家の小福亭茶孔と結婚。2018年2月4日、第一子を出産。ピン芸人時代のネタには、巻き舌や、愚痴のような口調を交えながら、ブラックジョーク的なネタや、捨てゼリフのような言葉などを交えて演じることもある。主な持ち芸には、シュラン女の一り言コント。 酒を飲んで寝そべりながら、愚痴を言うという設定のコント、キャバクラ城の面接など。また、キレゲーを見せることもある。これまでには、作文を朗読する、形のもの、こんなまるは嫌だなどのテーマで、イラストを多用したネタ、気だるそうなキャラクターのコントなどがあった。以前は、世の中、金とエロス、弓見だよというフレーズを挨拶に入れ、終わりに。 早く家帰ってへこいて、寝よということもあった。中谷美紀のモノマネでネタを披露するときには、おうよ茶というセリフをブリッジによく入れている。モノマネのレパートリーには、他に、柴崎幸、夏木マリ、中島智子、ピース、又吉直樹などがある。マリア芸風の節も参照。マリア二人での出演については、マリア出演の節を参照。ありがとうございます。